で、そこで変わられたですね、古今亭菊千代さんがなんとこういう活動もされることになったということでこれが2015年かもしれませんけどね、 6.14、国会包囲行動、戦争させないということで、うわー出た90の会ね、芸人、はい、素晴らしい。そうだ恥ずかしいですね。やった親だ。これ嫌ですよ。これ困ったもんだ。ああ、そうなんですか。いやいや。そうなんです。その頃、クチクチやったのが岸田さんの。うん。はっきり言われますね。いやいや、そうですね。いや、すごい演説だ。アピール力はすごい半端じゃないですね。はい。と、ここまで変貌するに至った古今亭菊千代さんですね。本当ですよね。こんな私に誰がしたっていっぱいいろんな人がしたんです。まあ、戦争後、安保法制反対の時は2015、6年ですよね。15年かな。あの時は国会議事堂にね。すごい人でしたね。はい。やっぱり私もここに今いないと絶対後悔すると思って行ったんです、あの日はね、うん、僕もその日ではないですけど、うん、別の日に行きましたね、うん、あとあの雨の時、あれもあれ本番の時かな、うん、なんか夜すごい雨が降ってね、それでもみんな泣いて、はい、まあ本当でも今でも毎日のように国会前にね皆さん集まって、うん、抗議したりな、いろんなことでしてる、うん、もう本当私はそれを毎回参加するわけにいかない、できないので、こう申し訳なかったり、私ができる方法はどうやったら何だろうとかって思ったりしてます、うん、いや、あの2015年の時は若者のシールズですか、はい、そうですね、多くのね、はい、奥田君とか本山君とかね、うん、いろんな若者が声を上げてねやってて、あの時ですね、言われてたのが、その前のこう日本がもうどんどんこうおかしくなっていく状況を見ていて、こう年配の方がですね、戦前を知ってる年配の方が、戦後平和国家に生まれ変わった日本がここまで戦前のような国に戻るっていうのをね思わなかったし、こんな今の日本を見る前に早くあちらに行きたかったとかいう発言をしてたんですよ。あ、そうですか。ところが、まあ、この安保法制で特に若者のシリーズなどが立ち上がったのを見て、これでまだ日本も
救われると思って安心して死んでいけるとかね、そういう言い方もされたと。ところが今2023年でね、安倍さんはまあああいう形で亡くなりましたけど、鳩派のね岸田さん、広島出身で核廃絶にも熱心かなとも目されていた宏池会のね保守本流であった岸田さんが出てきて、少し変わるのかなっていう期待が多少は最初はあったにもかかわらず、なんと安倍菅政治の継承どころかそれを拡大強化発展させるような形で、戦後のなんか平和主義をもう殴り捨ててね、専守防衛も殴り捨てて超軍拡の戦争のできる国家からもうさらに戦争を仕掛ける国に、ね、そうですよね、本当にこのまま行くとね、そうですね、怖いですね、はい、最近のこう動きを見てどう思います？あの去年でしたか、タモリさんがね、あ、新たな青年ですか、そうという言い方されましたけどね、はいはいはい、あの要は一時現、はい、あの 3.11 の、 震災の時に、はい、原発の事故があって、はい、で例えば原発反対とか 言ってもみんながああって、寄席でもちょっとそんな話しても笑ってもらえるような頃がありまして、はいはいはい、それがだんだんもう今はまたそういうことを言うと、うん、やめてとかっていう人が出てきて、だんだんその政治的なことは言わないでとか、私はそんなどっち偏りたくないとか、うん、中立だとかっていう人がまたどんどん出てきて、だからその、まあ、言語統制ではないけど忖度された言語統制みたいなのが、うん、あるいは集団同調圧力というかね、うんうんうん、蔓延してますよね、うん、だからちょっと本当に怖いと思います。あのその代わり結束は強くなってきて、うん、そういう思いの強い人たちが集まるし、うん、そこでは言えるんだけど、でもその人たちの前でいくら言っても結局は同じなんですよ、うん、その人たち、まあ、その人たちは分かってるわけですからね、うん、いかにどうしたらその考えてない人たちとか、うんうん、騙されてる人たちとか、うん、ね、あ、だって自分たちのことじゃないとか先のもう生活が大変だからそんなことを言ってられないとか、ね、そういう人たちがいっぱいいるわけで、でも その生活にかかってることだとか、軍拡したらその生活費がどんどん使われていくんだってこととかを理解してもらうにはどうしたらいいんだろうって思いますよね。でそういう時にやっぱり私たちみたいな話す仕事が、うん、あの何気なくそういうふうにちゃんと言っていくことが大切だと思うんですね。あの何々先生っていう人が喋るときにはその話を聞きたいっていう人しか行かないので、うん、じゃなくて行ってみたら、あ、菊池はこんなこと言った、あ、なるほどなっていうふうに思ってもらえるような話し方をできるように頑張りたいと思うんですけどね、なかなか難しくて、今の風潮っていうのは今だけ金だけ自分だけですし、だんだん宣伝の見ざる言わざる、ね、聞かざるが一番身を守るのにね、うん、あれだという、そういう風な流れに少しずつなってるっていうのがね、肌で感じるような、ね、時代に今なりつつあると。僕は今実はですね、はい、3年前から沖縄に単身ですが、はい、入院してますので、沖縄はまたこの日本本土とのこう温度差がものすごくあって、直にもう戦争の危機がね、その南西諸島防衛台湾有事をあるような形、中国協力もあるんですけれども、ミサイル基地がどんどんね、自衛隊基地が要塞化するような形で日米軍事一体化も進む中で、それを本当に危機感を持った人が声を上げ始まっていますし、沖縄のメディアはまだですね、あの健全というかちゃんとそういう状況をまともに伝えているので、沖縄の人々はあんまりこう騙されることもなくね、こう真正面からこうやってる人もそれなりには多いと。ただ一方で中国共有論などもね、かなり浸透している部分もあって、自衛隊誘致とかミサイルとか持ってくることに対して、それはもう抑止力強化でやむを得ないというか歓迎するみたいなね、
まあ、そういう流れも一方で出てきているということです。だけど分からないんですけど、そういう軍事施設とか、はい、そういうものを強化して、うん、そこが狙われるってどうして思わないんでしょうね。そうですね。そこに持ってきたら守られるよりもターゲットになりますよね、うん、と私は思うんですけど、なんで分かってくれないんだろうと思うんですよね。ですね。ただですね、自衛隊が来るだけは歓迎してた人々が、実は米軍と一体運用するんだということが分かってから、うん、少しそういうね、ちょっと話が違うと、うんうん、危機感を少しですね、うんうん、持ち始めた方もいるということなんですよね。で、沖縄戦を体験しておられますから、軍隊がいるところに敵は攻撃してくるし、上陸もしてくると。だから軍隊がいない島に今どんどんね、自衛隊も入っていってますし、米軍が40カ所を展開するっていうもうことも決まって、着々とその準備が進んでいるわけですと、そうなると逃げる場所もないんですね。実はなんかシェルターを作るとかね、いろいろ言ってるんですが、そういうのが実際に役に立つとは到底思えないですよね。で、避難訓練を一部やるとかね、そういうことさえもうね、少しずつ沖縄本島でもやり始めましたし、そうやって脅かすわけですよね。そうですね、うん、危機感を煽る、はい、いつ敵が、かっこつきの仮想敵国、中国なりが、ね、攻めてくるかもしれないと、そこからもう問題を始めるんです。その前になぜそういうふうに敵対関係にならないための話し合いとかね、信頼醸成とか交流を徹底的にしないのかというね、そこの話を抜けて、外交とか全く抜けて、いきなり軍事で対抗するという話から始まるんです。向こうがいきなり攻めてくるという前提で話を進めるんですね。本当におかしいなと思います。で、沖縄と中国の関係を見たら、一度も中国が沖縄をこう攻めてたとか侵略したとかいうことを歴史上一度もないんですね。それなのに中国脅威論で、まあ、ウクライナがロシアが攻めたように、今度中国は台湾にも、あるいは日本沖縄にもね、来るんだっていうことが、もう本当にあたかもすぐにでもそうなりそうな煽り方っていいますかね、プロパガンダが今かなりされてますね。もっともっともっとひどくなって突き詰めちゃうと、その昔の、満州とかああいう頃の、はい、どっちが仕掛けたかわからないみたいなね、それで やられたってなったりすることってありえるわけですよね。怖いです。今もメディアが完全に体制抑散化しつつありますのでね、政権批判とかね、監視機能っていうのをほとんど放棄するような形で、政府の発表通りを繰り返すようなね、あの状況に主要メディアがなってきているので、例えばあの汚染水ね、今処理水って言ってますけど、福島第一原発の汚染水を放出することについて、あのメディアのほとんどはね、一部は少しあの問題点に触れてますけど、大丈夫だと、その IAEA もお墨付き与えたということでやってるんですが、でも中国とかロシアとか北朝鮮だけでなく、多くの国が実は今ものすごい反対というか、あの警戒というかですね、いや、あの論争を見てると、でも中国だってやってるじゃないかとか、そんな言い方するんですね。そういう言い方をするんですね。全くレベルが違うと思う、うん、人類史上初めてなんです、この放射能に汚染されたね水を放流するっていうのは。で、どういう影響があるか未知数ですから、うんうん、あの私ね、風評被害っていう言葉も好きじゃないんですよ。今散々使ってる、そうですね、福島の時もありましたけどね、あの風評被害だ、風評じゃなくて本当に被害があったらどうするの、うん、っていう。で、実際被害も本当はあったんですね、うん、福島の時もね、うん、もちろん立場を逆にして考えれば分かると思いますけれども、自分が中国の中国人で中国政府の立場だったらどう対応するかと、ベストで、うん、こう自国民の健康と安全を守るためにね、うん、放射能に汚染されたものの食べた海産物、水産物をね、
そのまま平気でね、うん、それは輸入したくないですよね。それは当たり前ですよね。あのなんかフェイスブックでね、いいことを書いてどうだったか忘れましたけど、あの本当に危険じゃなければ会場を放出する必要がないと、うん、ああそれは本当ですね、うん、見事ですねそれ、はい、で、あの危険だからそっちにね、日本で放出できないわけですからね、うん、そりゃそうですね、うん、だからあの、あ、そう本当じゃんと思って、うん、そういうふうにね、ちゃんと本質を捉えてね、自分で考えて、うん、ちゃんと正しい認識をね、持たれてる方はもう言うんですが、やっぱ多くの方は主流メディアや政府が言ってることがね、で、IAEA のお墨付き、権威あるね、うん、なんかがお墨付きしてると、ただそのまま流されてしまいますよね。うん、しかも流れますからね、これ溜まってるわけじゃなくて流れるわけですから、うん、いやそうです、もう地球を循環することになると思いますよ。アジアだけの問題ではないですよ、うん、だってそれこそあの水だけじゃなくて、あの汚染土とかをいろんなところの工事の上に混ぜて工事してるとかね、いろいろあります ね、どんどん知らないところ で基準値は下げられて、あ、上げられてか、うん、いやもう本当に緩和されてるわけですよ、うん、福島の時もそうでしたけど、うん、10倍どころか100倍、2桁ぐらいこうもう一挙にね、うん、いやだから諸外国からあの福島原発事故の後言われてたのは、日本人は酒には弱いけど放射能には強いんだって冗談半分で言われてたというのを伝え聞きましたけどね、うんうん、だからなんていうんですかね、こう自国日本のことを世界からどういうふうに見られてるのかっていうことをほとんどこう耳にしたり聞いたりね、見たりすることが少ないのでね、今やってることを本当にやり続けた時にどういう日本が領土になるのか、明らかに僕は孤立すると思いますしね、場合によっては諸外国からのね、いろんなこう訴訟とかね、補償とか賠償とかね、それは被害が出始めたらね、当然ありえますしね。そうですよね。万が一ね、その、うん、そうじゃないにしても、だって日本が放出してるからだって言われたらですよね。そうですね。だから日本が本来こうアピールすべきはそういった問題ではなくて、例えば今ウクライナとかもあってますけど、平和憲法にのっとって中立的な立場から調停をして停戦をね進めるとかいうことをやるべきだと思いますし、中国や北朝鮮やロシアと敵対する理由は何もないですよね、うん、あくまでも話し合いによってね、うん、なんか、本当どん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 アメリカの機嫌を取って、そうです、いいようにいいように武器は買い放題の出し放題のってなってくる、本当なんですね、うん、いやだから今一番沖縄でも言われてるのが、ウクライナと同じような形で日本がね、こうアメリカの代理戦争、ウクライナの場合は対ロシア代理戦争ですが、対中代理戦争として日本がうまいように最前線の戦場として使われる危険性があると。で、日本の中でも真っ先に犠牲になるのがやっぱり一番近い沖縄ではないかと。だから再び沖縄戦のね、日本本土の防衛のためにね、沖縄が犠牲にされた沖縄戦の再現がなされるのではないかと、その沖縄戦の再現だけは許してはならないということで今立ち上がって声を上げてネットワークを作られているんですよね。ただそういう沖縄の危機感がほとんど日本ではね、そうですね、本当、うん、なんか日本人っていい性格だけど疑わないし怒らないし覚えてないし、うん、それから何、うん、みんながやってればみんな同じようにやればいいと思うし、そう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 、みんなで歩けば怖くないですよね、うん、ね、あのみんなやってるから飛び込めって言われたら飛び込むっていうね、日本人は、うん、本当になんかちょっといいところ、いいところでもあるんだけど、うん、まあそれが今ね、一番こういう状況の中ではね、
取り返しのできない選択を今しつつあるわけですから、うん、今こそね一人が一人一人が声を上げないとね、これ止めようがないですよね、はいはい、だからそうなんです。だからどんどん世代も、うん、あの 若い人たちにもどんどん動いてもらってね、うん、そうですね、特別な人たちが騒いでるわけじゃなくて、やっぱり先、しかも年齢が上の人たちは自分たちの子供たちとか孫たちがいい日本で育ってくれるようにって頑張ってるわけなので、それを理解していただけるといいですよね。あのピースボートのご縁でね、先生も一緒だったですけど、はい、沖縄に行ったじゃないですか、うん、はい、行きましたね、辺野古にね、はいはいはい、あれ以来辺野古とか高須、あの高江も行きましたけど、うん、でおじいおばあがね一生懸命浜辺に座り込んで、はい、私たちの孫にいい海を残してやりたいよって言って、うん、そうですね、80代の方もね、うん、あのおじいおばあの言葉が忘れられないし、あとあの沖縄のマキさんって、あですよ、ね、沖縄のおじいおばは新聞を前から読まないよ、後ろから斜めから横からいろんなとこから読んでるからよく知ってるよとかって言われちゃって、建築家のね、はい、マキさんですね、またもお元気で頑張っておられますよ、ね、うん、ただ僕はあの芸能救助の会も立ち上げられたということですが、まあ、なかなか芸能で政治の話をするというのは難しいんですけれども、うん、まあ、でもなんか例えば政治を揶揄するこうザ・ニュースペーパーとかね、うん、なんか一人芝居のあの方もおられますよね、松本博さん、あ、博さんとかね、はい、メンバーです、あーですね、はい、あ素晴らしい、やっぱすごいメッセージがインパクトありますよね。ヒロさんはですね、すごいですね。ヒロさんと私、神田香織先生は、あ、神田さん、もう私は大大尊敬してます。で、まあ、講談っていうのは、うんうん、やっぱりその本当のことを喋って、あのこういうことがあるんですよ、皆さんどうですかっていうことが言えるんですよ、うんうん、あの。いわゆる変ですけど、オチがなくてもいいし、うんうん、笑わせなくてもいいので。あ、いやでもあれいっぱい撮ってますね、あの深刻な話をされてるのでね、そうですね、だから見事ですよ、羨ましい限りです。落語はね、うん、それ以外の落語じゃない部分では言えても、うん、だよく菊池さんの原発反対のなんか落語作ってくださいよとかね、なんとかなっていうのなかなかそれは難しいんですよ、うんうん、だって笑えることないので、うん、なのでそれを上手にこう言えてるヒロさんとか香織さんはすごいと思う、うん、それで そのおかげで一緒に仲間になって刺激されますし、大阪と東京と年に1回みんな集まってやってるんですけど、うん、今度11月の6日も芸人救助の会があります。ああ、そうなんですか、お越しください。え、それはどこで？築地のブリストホールっていう、あ、そうですか、11月の6日か、築地の本願寺のところにある、あ、でもいいですね、そういうのやられてるんですね、はいはい、あの西岡さんも頑張ってくるって言ってました。ああ、そうですか。ああ、じゃあそれまた教えてくださいね。はい、はい、はい、まあ、そういう形でですね、今日落語家の古今亭菊池雄さんに来ていただいて、菊池雄さんもですね、歩みとともに、まあ、ピースとオブゴート体験や、芸能救助の会とかね、いろんなさまざまな活動をね、落語を通じて、あるいは市民、運動の場でもね、発言を続けられているということでね、非常に、私どももね、力と勇気と、まあ、笑いと元気もね、いただいているということで本当にありがたいなと思ってます。今日はこういう形でね、はい、ISF に出ていただきまして本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございます、はい、これからもまた機会を見つけて出ていただければと思います、はいはい、どうもありがとうございました。